がとうございます。200回目、てか200回も200回も配信してるんだって思いました。今思いませんでした。今さあ200回も配信してるのって思いませんでした。思わないか、全然思わないか。こんばんは。ねえ200回、え、毎回来てるのかな、それともこれでも来てない日ある方なのかな。びっくりだね。ちょっと化粧が薄くて。こんばんは。はい、はい、手紙書いてください。手紙書いてください。手紙書いてください。今日は結構いいこと多めで、いいことっていうか新しくコスメを買ったんですけど、なんかコスメって通販とかで買うとおまけついてくるの分かりますか。なんかおまけついてきたからいい日。簡単だね。いい日になる方法は おまけがつくこと。すごい簡単。でもちょっと 何か分かんなくて、アイシャドウ買ったんですけど、なんかのペンシル、なんだろうこれなんだろうって感じなんだけど、なんか謎のペンシルがついてきました。今日勤めてランダムネームプレートはサータ2枚あったよ。今日届くんだ、ランダム2個もついてくるなんて。あ、そう、じゃあおまけにちょっと引っ張られちゃって、ついてくるわけじゃないんですけど、いいことだよね。なんかね、グリッターハイライナーって書いてある。でもね、グリッターって書いてあるのに別にグリッターじゃないんだよね。グリッターってキラキラってことでしょ。別にキラキラしてないんですよね。あ、してるか。なんかみずみずしくなる。なんかついてきましたね。なんでしょう。まあでもいいことですね。おまけ、当たりとかあるんですか。もう当選結果あるんだ。早いね。よかった。今日はここは変わった、ここ変えてきた、ここ変えてきたんだよ。まつげ、下まつげ
下まつげを綺麗にしてきたよ。今日の公演でサータンの名前を漢字で書けって問題出てたの？え？そうなんですか？私出てたんですか今日の公演。そうなの？待って、今日の公演ってみくるさん出てるよね。みくるさんは絶対書けるでしょ書けるでしょってね。ちょうど見れてないんですよ今日。お買い物行ってて見れてないです。お買い物行ってお鍋作りましたね。こんばんは、かわいい、ありがとう。下まつげねだと思ったと思ってないでしょ、それ思ってないやつ。え、そうなんですか。え、まあそうですよね。たまにこうお手紙にもですね、私の名前間違えてる方いるので気をつけてください。特にサラのラは間違えられやすいですね。はい、間違えやすい。私は多分メールとかに載ってても鈴木さなんですよ。ひらがなのさで書かれるから多分わかんないですよねこんばんは、こんばんは。本当にたまに間違えるんって、あれりーってなる時もあるけど、まあ誰にでも間違いはあります大変でも間違いはありますね、はい、ルカさんが惜しかったんですか。嬉しい、なんかそれだけで嬉しいそれだけで嬉しいです。うん、私も自分の名前以外で書いたことはないですね。そうですね、はい、あの普通にあの日直さんの時とか黒板に名前書かれるじゃないですか。あれでもよく間違えられたから、まあ私日直あんま好きじゃなかったので、あのもし漢字が間違えられて黒板に書いてたら、え、あれ私じゃないですって言って、あの日誌をね、あの頑張って避けようとしてたんだけど、まあ結局書くことになりますよね。何歳の時漢字で名前書けるの？でももう1年生まででした。そのひらがなで書いていいよって言われたの。2年生からは漢字で書けって言われたので漢字ですね。こんばんは。え、でもちゃんとやってました。なんか日直さんは号令かける人と日誌書く人で一人ずつ作るんですよ。でこう隣の席のことをやっていくんですけど、毎回ちょっと号令は嫌なので日誌書いてましたね。橋本ありがとう。日誌のサラって名前はどんな意味が込められてる。愛が来る子です。愛が来るって書いてサラです。サタ図書委員一緒にやりたい。私図書委員一回だけじゃんけんに負けてやったことありますねいつも私はなんか生活委員会みたいなやつやってましたね。
生活向上委員会みたいな、生活を正しくみたいな委員会でしたね。ね、そうなんだよね。号令って普通委員長とかがやるんですよ。でもなんか珍しかったね。日によって変わるんですよ。図書委員は一回そのジャン負けでやって、本当につまらなかった。だって週に1回昼休みが潰れてしまうんですよ。こう図書室で貸し出しをしないといけないし、本をなんか片付けたりしなきゃいけないから、週に5回しかない昼休みが4回に減るんですよ。本当に嫌で本当に嫌で、だって本を読めるとかじゃないんですよ。ただなんかレジ打ちみたいなピッてやってやったり、本片付けたりするだけなんですよ。ひどいよね。でも半年はやんなきゃいけなかったので、同じ委員会だったから。だから私は中学校でまあ6分の1図書委員だったから、ってことは6分の1が図書委員、30分の1の昼休みを無駄にしたということですね。こんばんは。隣席に消しゴムを貸し借りする青春を借りたかった。どちらかというと私がよく消しゴムをなくしてたがかもしれないです。こんばんは。やりがい求めますね。うん、好きな子が本を借りに来てくれるんじゃないかってドキドキするじゃん。来たことないけど学習系アニメ見てると図書委員よくちょっとやってみたくなっちゃう。学園系のアニメね、見たことないな、あんまり。さあ、昼休みは外で遊んだ。小学校までは外で遊んでましたね。いやでも小学校の時は2時間目の後のなんかお休みタイムは絶対外に出なきゃいけなくて、外に出てたから竹馬やってて、でも午後のお昼休みは教室にいたな。教室にいましたね。お手玉とかして、でお手玉で何してるんだろうね。おじありがとう。あめありがとう。お手玉、あやとり、けん玉あたりやってたんですけど、けん玉あんま得意でもなかったので、あやとりとお手玉と竹馬って感じでした、私の小学校は。あー、放送委員、私放送委員やってる子すごいなって思ってましたね。私がやったらもうカミカミになっちゃうので絶対できないです。今日の給食はご飯、味噌汁、トンハンバーグ、ゼリー、牛乳です。今日はなんちゃらの日、なんちゃらかんちゃらなので楽しみましょうみたいな言ってましたね。本当にすごいなって思いながら聞いてました。放送委員の子は。こんばんは。サタが好きな給食は揚げパンです。献立言いましたね。給食の時間にないのか、最高じゃん。素敵なランチ食べてるからね。
こんばんは。はい、エモエモでお送りしてます。シークイーンね、やったことないですね。やったことないですね、シークイーン。あ、そう、何やってたかな。でも大体そういうなんか生活委員会みたいな感じだったな。服装と学校の秩序を守るみたいな秩序を守り委員会みたいなやってました。サタの学校は生き物何飼ってた。でももう教室によっていろんな生き物がいたんですけど、だからウーパールーパー育ててる教室もあれば、金魚がいる教室もあればっていっぱいありましたね。いろんな教室でした。風紀委員とは言ってなかったかも。生活委員会、わあ、生活委員会のみんなで朝に挨拶運動とかやってましたねやってましたね、本当にやってましたわ。やってました。でなんかもう生活委員会はこう委員会組織のトップなんですよ。なんかトップでこうなんか総合委員会会議みたいなのがあって小学生で委員会会議みたいなのしてるんですよ。でその時に生活委員会のこう委員長が議長みたいなのやって、でなんか各委員会のトップが集まるんですよ集まるんですよ。集まって、でもその集まった中でも生活委員会の委員長が一番偉いんですよ。トップなの。だから要はサータントップだったの小学校の時にね、もうねトップだったわけだね。ただもうおはようございますしてましたね。サータンと学級委員一緒にやってちゃんと仕事してよって怒られちゃんとしてよ。あ、早く投稿してましたね。あと、ありがとう、こんばんは。でも本当にそう、めちゃくちゃ小学校の時は委員会の数が多くて、 4×3 13委員会ぐらい確かあって、その中のトップなんですよトップだったのですごかったですね。よくやってましたわ。え、なんて読むんだろう、わかんないな。でも、もう無理ですもうそういう性格ではなくなったので、なんかもう違いますね、今はなんか中2ぐらいでもうなんかほどほどに気を抜いていこうって、抜いて生きていこうみたいな感じで言ってたので、もう今になってももう委員長なんてやりませんできません。おばは多分どっかで人格を形成されましたね。はい、あとありがとう。もうこうクラスのなんか端っこらへんからこうね眺めてるのが一番ちょうどいいということに気がつきました。お疲れ。カーストって何ですか？カースト？
婚して嫌だ。何きっかけなの？わかんないんですよね。でも高1までは割と、あ、違う、中1までは割といろいろやったんですけど、中2になってからなんか何かが吹っ切れたっていうか何かが吹っ切れてなんかやらなくなりましたね。マシュマロありがとう。そうだよね、性格って変わるものですよね。わかります。いつも踊ってるおかしな子だよね、おかしな子だね。なんかトラウマになることでもあったんやな。あったんかな、わかんない。急に変わったかも急に変わった。うん。ちょっと後輩できたら仕切るって言ってなかったっけ、ラジオ。え、仕切るとは言ってないですよ。そんなね、そんな仕切るとは言ってないですね。そんな感じでは行きたくないですね。こんばんは。やだめ、ありがとう。あ。カラオケ配信します。投票前にします。とりあえず金曜日の15日金曜日の、まあ、夜を予定してるんですけど、マネージャーさんとスケジュールをちょっと確認しつつ、一応15日のまあ6時7時ぐらいからやれたらいいなと思ってまーす。さあ、ただ今のバランスとてもいいと思います。バランスいいですかいいですか、バランスいいですか。ファーストって機関車トーマスの仲間、フィレオフィッシュ食べた？食べてないです食べてないですね。食べたことないです。こんばんは。カラオケ配信するのにもスケジュール、そうですね、ありがとう。あ、夜のですね、夜のです。夜の6時7時ぐらいです。朝ではないですね。もうスケジュールが入ったらなしスケジュールが入ったらなしでって感じですね。フィレオフィッシュ食べな、マック行ってなんで魚を食べるんだろうって思っちゃうマック行ったらお肉食べたいなってなっちゃうよね。まあでも15日かなって感じです。はい、忙しい中いろんな企画考えて実行してて本当に素晴らしい。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ハートありがとう。こんばんはお魚もいいんですけど、ちょっとマックとお魚かーってなりますねえ、いや私の個人の意見なんですけれども、たいかなーって思いますね。こんばんは。ならお寿司屋さん行きたいかなーと思っちゃいますね。こんばんは、こんばんは。でもなんかメールの返信はまだちょっと時差できてなくて、
諦めたんですけど、明日見るんですけど、ちょっと美味しそうなの見つけた。ソースを食べるためにナゲットがついてくる。めっちゃわかる、めっちゃわかります。そうなんだよ、マック行ったらね、マシュマロありがとう。マック行ったらね、普通のお肉食べたくなるよね。フィラフィッシュって会社の気がする。あー、美味しいよね。マックでお魚も食べたい時もあるよね。あるあるある、そういうのもよくありますね。やっぱりそういう、そういうこともあるよね。え、バーベキュー派だよ。バーベキュー派ですね。うん、うん、え、多めとかするんですか？あれか、店頭で買ってる派の日とか。私モバイルオーダーだからね、抜きしかできないんだよね。1日分の野菜。野菜ジュースの紫欲しい。わかる。でも私はオレンジ色の方が好きかも。でも紫もわかる、めっちゃ。色で言うとオレンジ、紫、緑、赤の順で好きですね。はい、うん。どうもありがとうございます。え、でも本当に最近メールの返信が、返信機能の返信が結構少なくて悲しいですね。まあでも今返信してくださってる方々はもう毎日ちゃんと見て私は元気をもらってるので、いつもありがとうの気持ちです。嬉しい。いやー、そういうこと？確かにそれはそうかもしれない。そうだね。こんばんは。え、多分届いてない。え、それは届いてないと思います。見ないよ。あと、ありがとう。今日から返信始めてください。もう本当にね、返信してほしい。結構私メールの返信読むのルーティーンなんですよ。どちらかというと最近は X よりその本当の返信の方ばっかり見てて、X も見てるんだけど、ちょっと X こまめに見れてなくて、一気に見るんだけど、返信は で、なんでその返信の方を多く見るかっていうと、なんか返信の方の方がなんか素直に素直に返信書いてくれるんですよね。なんか
みんな。みんな普通に素直。なんか配信ではこうこうこうやって言っちゃったけど、本当は可愛いと思ってるよとか言われて、そういうのがよくて見てますね。じゃあお願いします。あとありがとうございます。マシュマロもありがとうございます。ぜひぜひ配信してください。こんばんは。え、多分そうだと思う。サータにしか見えてないからだと思う。なんか結構ね、そうそうなの、なんかねなんかね、うん、だから毎日楽しみにしてますね。そうだね。マシュマロありがとう。こんばんは。そう、 X だと多分こう人に見られてることを意識して書いてるんですよ。そういうことだと。ありがとう。あ、じゃあメールの返信に歌ってほしい曲書いて送ってください。 X でも大丈夫です。歌ってほしい曲48と46とイコラブさんとノイミーさんとみたいなだけかな、の中からお願いします。書いといてください。え、一応なんか5曲ぐらいは歌いたい曲をもう決めたんですけど、でも1公演分ぐらいは歌いたいなと思ったので、あと半分ぐらいリクエストお待ちしてます。はい、歌える曲があれば15日までに覚えられそうだったら覚えます。ご視聴ありがとう。ね、すごい、今日サーターバターしかいない、ありがとう。今日の団長は、あ、ダムだったら何でも大丈夫です。ダム決まってる多分。15日の6時7時ぐらいです、夕方。うん、ありがとう。で、スケジュールが入ったらできませんっていう感じです。今日の今日のお題は、
今日の夜ご飯当てたいと思います。当てて。11位、11位は多分ハンバーグ。10位はラーメン。9位、オムライス。8位、え、お題？今日の多分食べた夜ご飯当ててます多分食べただろうなってやつ当ててます。7位、お鍋じゃない？みんなお鍋で、多分サラが今日お鍋だったか、みんなお鍋。6位、6位カレー。5位、パスタ。4位、カレーでしょ3位、ガパオライスとか2位、でもお肉だと思う。お肉だから早いの。残念って、早いな。早いよ、まだ言ってないから。ってことは残念ってもう決まってるってことは、めちゃくちゃめちゃくちゃ難しいんだと思う。ってことは私が知ってる難しい料理名言えばいいんでしょ。フォーとかフォーじゃない、タイ料理うわ、先に見ればよかった。中華だね。餃子、小籠包、ラーメン、チャーハン。こんぐらい言ったら当たってるでしょ。1位、食べてないとかもありそうまだ食べてないとかありそうだから、食べてないとかということで、当たった方はディズニーと投票お願いします。お願いします。時差やば、時差やばくないですか。めっちゃ今更ほうって言ってるんですけど、言ってるんですけど、めっちゃ時差なんですけども、え、ね、ね、ほうなのかな。ベトナムなんだね難しくて分かんなかった。ほうかなって。カレー食べてください。
ほど。いや多分だいぶ当たった気がする。すごいでしょ、すごいでしょ。サラ、あ、そういうことか。すごい時差がすごいからね。すいませんね、私は今日前髪を切ろうと思います。ってことは多分3人くらい当たったと思う。マスマロありがとう。